林雄二は日本の政治家、福岡県朝倉市長、元福岡県議会議員、福岡県朝倉町に生まれる。父親は医師で地元で赤ひげ先生のように慕われた朝倉診療所の所長だった。賛同して九州大学教育学部へ入学、さらに2年留年して1978年3月に卒業。アルバイト生活をしていた頃、 天城市で保育園の設置計画が進んでいた。父親を信頼する人々から要請を受けて、同市の民間の保育園長になった。天城市、朝倉町、八木町、安町、三和町、小石原村、宝珠山村の一市四町二村の広域連携を図るサミットを中心になって企画。この時に政治への道を意識するようになった。百九十一年四月、 福岡県議会議員選挙に立候補し初当選。2010年、副議長に就任。2015年、7期目の当選を果たす。県議時代は、福岡県農政連から公認を得ていた。2018年2月15日、朝倉市長の森田俊介が、脳梗塞により入院。森田から病院で、後を頼むと託され、同年3月9日。 人気満了に伴う朝倉市長選挙に立候補する意向を表明した。4月15日投開票の市長選に自民党、公明党、民進党の推薦を受けて立候補し、元市議のサネトーテルを破り初当選した。投票率は52.79%だった。4月23日市長就任。ありがとうございます。